可愛くてよかったです。今日なんか清楚じゃない、トワ様。可愛かったでしょ。珍しい、めっちゃ可愛かったですね。なんかトワ様がこういう曲歌うの。あのさ、なんでこの曲選んだの。いや、これ悪魔組でなんか歌いたいなって思って、はいはいはい、なんか最初可愛い曲かかっこいい曲かでめちゃめちゃ迷ったのチョコ。あ、いや、このメンバーだしかっこいい曲も絶対合うけど、でも絶対トワさんは歌わない可愛い曲をなんかやっぱね、自分じゃ歌いにくそうだからチョコがお誘いして一緒に歌いたいなって思って。マジで嫌だった、マジ。何がなかったの。これ待って、チョコ系から誘われて、もう普通にいいよって言った、ラブラさん。あ、もちろん、もう速攻書いてった。いいですねって送りました。いいですね、いいですね、いいみたいな。歌は一回しぶったよね。いや、ちょっと本当にこれこの曲でいいのみたいな。いや、でもデビルだからぴったりですよ。そうデビルで多分選んでくれてて、一緒に歌って言ってくれてるのは分かったから、しかもチョコ製のね、記念だから、歌うか。やだー。そう、なんかかっこよかったし、可愛かったですね。そうなのそうなの。本当にね、チョコこれ欲望のままに選んだメンツだからね。そう、初めて歌えてめちゃめちゃチョコにゲージしちゃった。ありがとう。初めてだから、すごい。てかもう3人も初めてですよね。そうなの、そうなの、そうなの。てかここシナジーあるかな。デビル、デビル、デビルあるけどさ。デビルあるけどね。でもこの中だったら我輩が一番角でかいんで、一番偉い。暗いで言うとどうなの。暗いで言うとターはチョコ線の下だよ。あ、そうなんですか。だって小悪魔だから、チョコ線の方がやっぱり大悪魔だから。いや、でもじゃあそんな悪魔の若輩の方が角でかい。若輩が一番。先生だから、すごいちんまりしてるしね。一番下かな。若輩が一番。はい、ということで。なんで。なんで。これで じゃあ最後にチョコから二人にお願いがあるの。あ、何やって。何やって。悪魔組だから。やっぱり皆様を誘惑したいなって思って、ちょっと3人で誘惑ポーズして終わりたいななんて思うんだけど。誘惑ポーズね。ポーズだったらまあ。あ、本当ですか。まあ、ポーズはいいんですか。ちょっと我慢してやろうかなって思いますけど。足あ、これがもしもない。足か。先生、ナイスすぎる。いいかな、いいかな。まあ、じゃあ。はい。誘惑ポーズですよね。予約ポーズできますよ。カメラさん、できて。あ、そういう感じで。せーのでやります。せーので。なるほどね。せー。更新のやつ。更新？更新のやつ。更新のやつ。更新の一発。せーの。もうやだ。ちょっと遠ざかって。終わり？君の相葉がドキュンドキュン走り出し、バキュンブキュンかけてゆくよ。こんなレースは初めて。